アダム・ブクサは、ポーランド出身のプロサッカー選手。ポジションは FW。メジャーリーグサッカー、ニューイングランドレボリューション所属。ビスはクラクフ、ノバーラ・カルチョのアカデミーを経て、2014年に、レヒア・グラニスクとプロ契約を結んだ。7月25日の T.S. ポドベスキ・ジェビエルスコビアは、戦で、プロデビューを果たした。2016年からは、ザグー・エンビエルビンでプレーし、 2018年1月からは半年間ポゴニシュチェチンにレンタルされた。2017から18シーズン終了後、ポゴニシュチェチンに完全移籍した。2019年12月12日、メジャーリーグサッカーのニューイングランドレボリューションに完全移籍。移籍金はクラブ史上2番目に高い450万ドルと報じられた。各年代でポーランド代表に選出されている。 2017年には母国で開催される UEFAU-21 欧州選手権参加メンバーの一人に選ばれたが試合には出場しなかった。2018年11月5日、チェコ代表との親善試合を前にフル代表の初招集を受けたが出場機会はなかった。実定のアレクサンデルもサッカー選手で2020年現在ビスワクラクフに所属している。 ありがとうございます。